ピです。えいちゃんです。せーの、こんにちは、ラリーズです。はい、はい、ということで今回はリクエストをいただきました、はい、おでこんの持ち物紹介言いましてもですね、はい、私たちそのライブに持っていく持ち物が本当に少なくて、うん、最低限のものしか本当に持っていかないの で参考になるか、いや本当にちょっと分からない、全然参考にならない気しかしないけど、うん、まあこの人もいるんで、はい、って感じで最低限これだけ持っていけば大丈夫だよっていうのを ね、もし初参戦の方とか、あ確かに、まあこんだけあれば楽しめるんじゃないみたいな、うんうんうん、これ持ってった方がいいよっていうのがもしありましたら、うんうんうん、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。では持ち物紹介スタート。私はいつもリュックにボンって入れていっちゃいます、うんうん、あんまり荷物を多くしたくないので、はい、私はトートとあといつも使ってるバッグを分けて持っていきます。まず大事なうちわー、ダダダダダダー、うちわー、もうこれはね必須、大事ですよ、うん、これはさすがに必須、大事です。かわいい、今回裏にね、あ、シックな感じで、本当だ、私白ベースに、え、本当だ、違うんだ。次はじゃあ、テレレレテレ、次はじゃじゃん、じゃじゃん、チケット、チケット、これはね、うちなれてあれなんですけど、はい、あと会員証も入ってますね。そうですね、チケットとか、はい、身分証明とかなんかあったそうですね、持っていきましょう。これはもう絶対ないと入れないので、ね、ペンライター、私はちょっと、引き換えで、私も今回ちゃんと引き換えるんですけど、ね、まあ、このペンライターね、うん、必須ですね。あとでも正直これとあと財布と携帯あれば、まあ確かにいけるっていうところは最悪ケットだけあれば全然楽しめると思います。本当に間違いない、まあ、ただうちわとペンダがあれば、うん、もうよりライブ感を楽しめる、ね、雰囲気とかも、うん、私はなんですけど、はい、絶対タオルはいつも買います。タオル、タオル、エスコープ、エスコープ、ハルコンのやつ持ってこうかな、ね、それか買うか、私もある、あ、ハルコンこっちも可愛いんだよな、ね、春のやつもこっちかっこいいですよね、今回の、今回はそう、なんかちょっとおしゃれな、ごめん、なんかホコリがすごい待ってモバイルバッテリー、あ、私もそれはこの中に入ってます、うん、これもマジで大事ですね。スマホとかね、やっぱレッチ並んでる時とか、うん、すごい写真撮ったりとかもね、確かにと思うんで、モバイルバッテリーも大事かな、うん、化粧ポーチ、あ、私も手作り、え、お母さんの、お母さんのか、おばあちゃんか、そう、 あるな、このサイズ感が本当に2人でずっと使ってるの、うん、ありがとう。私はですね、はい、ポーチじゃなくてカバンの内ポケットに最低限の化粧品だけ直せるように持って、ね、やっぱね、行きます。汗かいたりするんでね、ライブとか、うん、ハンドクリームとかもあったら、握手会当たったらね、ハンドクリームは冬は乾燥するんで、そう、財布、ミンティア、リップ、私もミンティア、ウェットティッシュ、あと音楽聴く用の携帯、じゃん、あ、今回も売ってるよね、売ってますね、今回もすごい買おうか迷って、うん、買ってないけど会場行って可愛かったら買っちゃおうかなって、私も絶対買い足すんだろうなそう、なんかトレカも欲しいし、うん、確かに多分それで並ぶのかな、きっと買っちゃうと思います。並ぼう、並びましょう、並びましょう並んでる時も全然苦痛じゃなかったり、いやね、ね、周りからと確かにいない、曲も流れてるから、うん、ちょっとなんかコールの練習しながらとか、ね、あとパンフレットみたいなのも、ね、確かに確かに、ちょ、これ前回のファンのやつなんですけど、こういうグッズのやつとか、うん、見ながら、そう、あるから、これ2人で見て、これ2人で、2人でこうやってやって、え、誰が止まるかやってせーの、ピッチュー、この遊び楽しんで、ぜひみんなやってみてください。メンバーやっぱ13人いるからこそできる遊びで、え、ストップ見て、せーの、ストップ、はい、はい、ディノ買います。めっちゃ面白いですよ、これも懐かしいな、懐かしいね、超楽しかった、ね、あと何かあったら本当に現地で買って、あ、そうね、みたいな、電池とかも、電池は、うん、コンビニで買ってとか、ただ楽しむ心、心遠足と同じです。そうだよ、グミとか買ってね、並んで、あ、確かに、うんうんうん、ね、コンビニとかでね買って、なんかライブだけってさ、胸がいっぱいになってさ、全然ご飯とか食べなくなっちゃう、でしたよね、そうなんですよ、そう、私もゴリ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 グミめっちゃ食べますいらない、大丈夫あ、大丈夫風邪ひかないようにね、本当に風邪だけは気をつけましょう、お互い、まあ、こんなもんですかね、はい、はい、これが私たちがいつもライブに持ってく
く、はい、持ち物紹介でした。参考に本当に全然ならないと思うんですけど、まあこんな感じの私たちは行きます、行きます。ということで今日はここまで、バイバーイ。